はい。えっ、ー、と、2023年8月27日、日曜日の雑談配信です。えー、夏休みが終わるっつので子供の不登校が心配だって言われてますけど、行きたくなきゃ行くな。<laughs> それでいいと思う <laughs>。親御さんも心配なんでしょうし、ここで行かなくなると何十年と引きこもりになるんじゃないかって心配してるんでしょうけど、 あの、行きたくないんだったら行かなきゃいいし、行かないで学校の成績が良ければそれでいいわけだから、勉強する子であればいいし、一週間に一回行けばいいぐらいだから、小学校とか中学校の勉強は。それでちゃんと取り戻せるから、あ不登校で困ってるっつってどうしましょうなんつって、そんなんで親やってんじゃないよってことでもあるし、 僕はあんま学校の勉強を信用してないので、行かなくてよかろうと思ったりします。まあ、最悪ね大、大学検定とかもありますしね。それでいいんじゃないかなと思います。その、同じように行ったところで、どっかでいじめられるか、学校の勉強に本当はついていけないかのどっちかなので、えー、なんていうふうに思いました。へぇー あとは特に話すことないかな。あのー、今日は、ゼルダの伝説、ティアーズ・オブ・ザ・キングダムのコログの、1200匹集めるコログのアイコンを1200匹分作ってたっていうのは裏でやってまして、それがさっき完成したんで、やったーっていう感じです。まあ、これであと体の調子が良ければ、またタイマー起動して、えー この作ったアイコンを使ってね、えー、やっていこうかなというふうに思いますので、よろしくお願いします。そんなとこかな今日は体の調子が悪かったので、まあ、ゲームもせずですけど、今週中はちょっと無理かな。来月に <laughs>、こうやってどんどん伸びていくんだと思うんだけど、来月元気だった時にゲームはまたやろうかなと思います。 ということで今日は短めですけど、学校嫌だったら行かなくてもいいんだよっていう配信でした。以上です。終わります。